皆さん、こんにちは。本日はご参加ありがとうございます。進行を務めます、東京工業大学入試科の豊泉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この回は、工学院の説明会です。開会に先立ちまして、いくつか運営上のお願いと注意事項をお伝えします。本日の説明会の様子は、運営側で録画させていただいております。参加者の皆様による録画、録音などはご遠慮ください。 説明会の後半では質疑応答の時間を設けています。参加登録の際、多数の事前登録をいただいておりますので、各先生方より回答いただきます。また、ご質問、ご意見のある方は、ズームの Q&A 機能よりテキストでお寄せください。ご質問は説明会の途中からでも随時お送りいただけますので、遠慮なくお送りください。この工学院説明会では約50分の予定で、 学院全体と各系の説明をお聞きいただきます。その後、皆様のご質問にお答えします。12時20分に終了予定です。短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、工学院中村先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。本日は工学院の説明会にご参加くださり、ありがとうございます。 これからご紹介いただきましたように、工学院の教育,教育研究活動について、全体概要を工学院長から、また各系の内容については、各系の教員から説明させていただいた後、質疑応答を行います。それでは井上工学院長、ご挨拶と全体説明について、よろしくお願いいたしますははい皆さんこんこにちは、えー、東高大工学院長の井上太郎です。 本日は工学院の説明会に参加いただき誠にありがとうございます。これから短い時間ではありますけど、皆さんとですね、工学院のことをですね、情報交換をさせていただいて、ぜひ工学院の魅力を皆さんにあのお伝えできればと思っております。それではあの10分ほどですが、私の方から工学院全体の説明をさせていただきます。画面を共有しますね。 はい見えておりますでしょうか。はいそれでは始めます。えー、っとですねよいしょはいまずあの最初にまあ、こちょうどこの前に理学院の説明をですね聞かれた学生さんも多いと思います。なかなかこう理学と工学、まあ、大きくあの東工大の、えー、学院はですね理学と工学に分かれてまあ、その工学の中で、えー、工学院があるわけですが、まずその理学と工学ってどう違うのというお話から始めさせていただきます。これはあの 東光大の OBOG 会であるあの蔵前工業会ですね、同窓会が、えー、1981年に創立100年を記念して、えー、東光大に贈られた旗です。で左側の旗はです、ね、キュウリ、右側の旗はです、ね、正義を表すと。すなわち、キュウリとは真理を極める、正義とは技術を磨くという2つの旗です。でこれが一つ、理学と工学の違いを表していると思います。 理学学と工学はややアプローチが違いますある現象を目の前にした時に理学は自然界ではどうなっているのかなぜそのようになるのかという既に存在している状態の理解を追求するものです一方で工学はどうしたら望ましくて未だ存在しない状態やものを実現できるかあるいはどうしたら人間社会に利用される成果に結びつけられるか、まあ、これは究極的には人類の幸福になるわけですけどもこれを追求する点で異なっています これは各学院のキャッチフレーズにも表れています。理学院は真理を探求し、知を創造する、まさにキュウリですね。一方、工学院は新たな産業と文明を開く学問としています。で、えー、各学院の、えー、キャッチフレーズ、ここに書いてある通りでございます。その中でですね工学は単なる数学や物理学の応用分野ではなくて、どのような社会、 これは文明であるとか文化になりますけれどもこれを未来に切り開きたいかという目的意識の下で新たな産業の創造や技術による社会の課題解決を目指すこれが工学ですこれからのカーボンニュートラル社会や医学との連携で人々の幸せで健康な生活の実現といったそうした目的に最大の貢献ができるのは工学でありますその工学を行う工学院 ですがこれは英語で言うととスクールオブエンンジニアリグなりますこのスクール・オブ・エンジニアリングという英訳が英語が表している通りこれ工学院1つのスクールなんですね東工大の中にある1つのスクールですですからかなり1つのまとまったユニットというかですね塊ですその中で東工大にある、えーまあ、大学学士課程を持つ6学院の中の1つであり 学学学部大学院一貫しててぶ教育研究過程になっていますその中で工学院の教育は工学の基盤原理から応用のものづくりさらにはその社会への適応これ我々は社会実装と呼んでいますけどこうした社会実装までの幅広い教育研究過程により国際社会で活躍できる創造性豊かなエンジニアまたは起業家 そししてて研究者を養成いますすこれが工学院の教育です簡単に工学院の全体の佇まいをお話しすると例えば学部学生は全体で1,623名います。これは6学院の中で最大の学生数を持つ学院となります。さらに学士1年生は386名ですが修士は1学年で632名います。 このように学士よりも修士の方が1学年の数が多いというのは、東高大が研究大学であることの特徴と言えます。したがって、学士入学された学生の9割以上、工学院の場合は9割以上の学生が、そのまま大学院修士課程に進学していくということになります。ですから、学士と修士一貫して工学を学んでいくというシステムになっています。そして、そうした大きな 学院でではあるんですが教員当たりの研究室の指導学生数これは研究室配属になる学士4年から博士までを含めますが全体で平均11名程度ですすなわち高学院東工大は東工大の中で最大の学院ではありますが研究指導は非常に少人数制で行っていますこの東工大の高学院を、えー、研究分野で かなり単純化してですけど見回すと,ハードと、ハードの基礎研究から応用研究までをしっかりと、えー、研究教育研究している機械系と電気電子系、そしてさらにハードとソフトの融合の研究にフォーカスしているシステム制御系と情報通信系、さらには工学の産業、市場、社会への実装を研究・教育している経営工学系と、 このように幅広いいから成り立っていますすなわちハードの基礎理論から実生活における応用まで工学の価値創造の連鎖を一貫して学べるそうした学院と位置づけられますこのように工学院には理工系の学生が学びたいことを自由に深く学ぶための幅広い選択肢があるといえますそして皆さんの中には例えば情報であるとか最近非常に 重要視されているデータサイエンス機械学習そうしたものに興味があって情報理工と、えー、工学院とどちらにしようと思っている学生さんもいるかもしれませんが工学院の全ての経営でそれぞれの専門分野でデータサイエンスや機械学習の応用手法を学べるということも特徴ですこのように入学後に進路を迷ったとしてもよく調べると必ず自分の思い描く進路が見つかるこれも工学院の魅力の一つです 幅広い工学分野があることで、異なる要素、発想、価値観に触れることができ、それぞれの多様性に基づくイノベーションを創出す機会があります。したがって、東高大の工学院は、我々はイノベーションの揺りかごであると考えています。我々のアドビッションポリシーは以下の通りです。すなわち、学士課程では、人の生活を豊かで快適なものとするための工学的知識、技術を習得し、 さらにそれを進化させるための研究活動の基本を身につけますそのために次のような人材を我々は求めています工学的知識技術を生かして人類と社会の発展に貢献しようという高い志を有する人自らの能力向上のために積極的に学ぶ意欲を持つ人工学を学ぶために理数系科目を中心とする確実な基礎学力を身につけた人 論理的思思考力を有し他者と意思疎通できる基本的なコミュニケーション力を備えた人ですさらに工学院は現在ダイバーシティいわゆる多様性を強力に推進していますこれに基づき工学院は2025年4月入学の学生さんから入試制度の変更を予定しています現在高校3年生また老人生含む受験生の方は すなわち2024年4月入学の方はですね、えー、現状と変わりません。一般選抜314名、総合型入試34名です。一方、2025年4月入学から、ですから、今日聞いてらっしゃる方の中で、高校1年生、2年生の方は、一般選抜が261名、そして総合型一般枠17名、えー、総合型女子枠70人という形で、 変更されますなわちこれまでの総合型を廃止し一般枠女子枠を新設しますそして一般枠女子枠とも筆記試験は行わず面接で物理や数学に関する能力を評価します加えてそれぞれ特徴のある面接を実施し個々の学生の多様な能力を評価しますこのようにして工学院は学生の多様性を確保し 創造性あふれるる学習研究環境をを確保すすことを計画しています今お話したように女子枠70人という大きな女子学生向けの、えー、入学の、えー、入試を行います。法学院は多様な学生がそれぞれの異なる視点を持ち寄ることの重要性を強く感じており総合型入試、女子枠導入などにより 学生と教員の両方の女子女性比率の飛躍的向上を図っています。工学院の魅力を皆さんに伝える動画「女性たちの工学院」本音座談会を YouTube で公開しています。工学院の教員と女性の学生女子学生が女性の視点で見た工学院の魅力を伝えていますのでぜひ視聴ください。もちろん男子学生の皆さんにも見ていただければ工学院の魅力が熱く伝わります。 研究室とは何か、キャンパスライフ、留学まで早わかりできるご動画です本学ホームページ工学院サイトの高校生受験生向け説明資料からも視聴可能です東高大工学院は今後の東京医科歯科大学との統合により以降連携分野など皆さんの活躍のフィールドを広めていきます東高大工学院をぜひ皆さんの志望校にしてください 来年春、東高大工学院で皆さんにお会いすることを強く願っていますそれでは私の方からの全体説明は以上とさせていただきますご静聴ありがとうございましたありがとうございましたそれでは各県の紹介に移りたいと思います機械系高橋先生、よろしくお願いいたしますはい、画面見えておりますでしょうかはい、見えてます じゃあそれではあの工学院機械系の高橋と申します。えー、ここではですね機械系について簡単に説明をします。 工学院では、機械改定系では現在の生活をさらに快適にするだけではなく、安心・安全・快適な社会を実現する新たな機械を創造する先端技術者、研究者を養成することを目的としています。このために新しい原理、現象、方法を発見し、環境と人類の調和をなす新しい機械システムのための学術や 技術を創造していくための授業を準備しその後につながる研究活動を行っていますそこで今回は皆さんがもし本学機械系に入ったらどのような講義を受けることができどのような研究ができるのかをご紹介したいと思います機械系の研究にはロボット技術などを含む人間中心デザインバイオメディカルなどを含む広域なノシステム 環境関連の事象を含むカーボンニュートラル、材料加工などを含む先進ソリューション、宇宙開発などに代表される宇宙航空の5つのグループがございます。今回はこのうち、宇宙航空、人間中心デザイン、カーボンニュートラルの3つのグループ研究と、それにつながる教育プログラムについてご紹介したいと思います。 近年宇宙は急速に身近になってきています。機械系では授業として人工衛星の設計・制作、打ち上げを行う3年次の授業として宇宙システムプロジェクトを準備しています。 この授業では人工衛星を設計制作してアメリカの砂漠で打ち上げテストをしミッションを達成させるものです。左の映像は2019年度の映像で人工衛星はここのロケットの先端に乗っていて飛んで落ちてきてその後設定したミッションを達成させるように設計制作を行います。 その先には、機械系の宇宙に関連する研究として、スペースデブリを回収する宇宙ロボットや、超小型衛星の設計政策に関する研究や、宇宙の構造物に関する研究などが行われています。すなわち、この先には宇宙を開拓する先端技術者、研究者への道が想定できるでしょう。また、近年、人口減少に伴い、さまざまなロボット開発が加速しています。 機械系の機械システム開発プロジェクトという授業ではグループである課題を達成するロボットを企画設計制作し達成していく自動機械などを設計制作してもらいます。 左の機械は人を楽しませる機械という課題で作成されたフライングパンケーキという機械でパンケーキを焼いて原料をのせるところから自動で焼いて最後にフライパンから飛ばして回転させてさらに乗せるという機械です。例ええばこのの先にには機械系のロボットに関連するる研究が見えるかもしれません またヘリウムを用いて大型アームの先のカメラで人間の入れない場所を探索する風船のようなロボットや空圧などを用いた筋骨格ロボットに関する研究さらにはこれらロボットを動かす上で重要な人間との関係を科学的側面から捉えるための脳科学を用いた研究などが行われています。 すなわちこの先には将来の先端ロボット技術を司る先端技術者研究者への道が想定できるでしょうそして地球温暖化やエネルギー問題に関する課題は現在地球規模の重要な課題ですこのような大きな課題にはさまざまな機械系で学ぶ要素が複合的に関与し広く機械系の授業を学ぶことで地球環境を守る 研究者や技術者への道が開かれるかもしれません。これらの機械系の準備する教育プログラムを網羅し、研究室に配属されると、例えばリチウムイオン電池の超高効率化に寄与する電池内の可視化技術や CO2 の回収や地下への貯留技術、さらには局所的な気象変化を予測するための研究などに配属されるかもしれません。すなわち、この分野の先にあるのは地球環境を守る先端技術者。 研究者への道が想定でできるでしょう今回は時間の都合上3つの領域についてのみご紹介しましたが機械系は非常に広域な領域を網羅できる工学分野でもあり未来の開拓者となる人材がこれまでに多く輩出され広く社会でその活躍が期待されています。また近年ではこれら研究領域における工学的社会工学的な 箇所問題を解決するために、最新の情報技術、人工知能技術、コンピューター技術等を駆使して、環境と人類との調和をなす革新的な機械システムの研究、教育も行っています。より詳しく機械系を知りたい方は、こちらに示す機械系のホームページ等をご覧になっていただけると幸いでございます。以上で機械系の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 それでは続いてシステム制御系、早川先生、よろしくお願いいたします。はい、システム制御系の早川と申します。えー、それではシステム制御系について、えー、ご紹介させていただきます。えー、システム制御系では、えー、機械や電気、情報といった、えーえー、内容から、えー えーまあ、といった学問分野に共通する性質に着目して、あらゆるものやことをシステムとして思うままに動作させる方法論を学んでいきます。えー、システム制御工学の学問体系は、特定の学問分野に特化しませんので、えー、対象はきら極めて広くロボットや自動車などに始まって、えー、経済や社会などまでにも及びます。 特に重要な概念となるのがこちらにあるサイバーフィジカルシステムという概念になると思います。例えば我々の実世界にはリアル空間にはさまざまな問題があるわけですが近年,近年の進展の著,著しい情報テクノロジーを使ってどのように問題を解決していくのかということの鍵がサイバーフィジカルシステムという概念になります。 このリアル空間とサイバー空間の界面にあるのが、例えばセンシングのような計測の技術とアクチュエーションといわれる制御の技術になります。でシステム制御系では、このようなことを体系的に学ぶカリキュラムを用意しています。このような多様な対象を扱うためには、例えば えっと、対処を思い通りに動作させるための計測、制御、メカトロニクスに関する専門力、それからそれの基盤となる数理、あるいはシステム力学、あるいは情報科目というものが準備されています。一方で、システム制御系では理論的内容の習得と並行して、ものづくりも大事に考えています。 具体的には、このようなロボコンって皆さん聞いたことあると思うんですけれども、システム制御系の前身となる制御システム工学科がロボコンの発祥の学科となっていまして、建物の近くにはこのような記念碑も準備されています。続いて研究の特色について説明していきたいと思います。 先ほど言いましたように、システム制御工学というのは分野横断的な学問になっていますので、まず基盤,基盤となる考え方、構成論があります。例えばシステム科学、この中には AI ですとか、機械学習なども含みますし、あるいはシステム解析、ここに制御理論ですとか、計測という、えー、要素技術のようなものを,を研究している研究室があります。えー 制御対象、研究対象は分野横断的ですので、いろいろありますけれども、例えば環境システムですとか、スマートロボティクス、あるいは福祉医療、社会システム、あるいはサービスデザインなどもシステム制御工学の守備範囲に含まれます。例えばこちらにありますようなロボティクスの一つとして、ドローンの研究について、一つご紹介したいと思います。 えー、例えば、えー、こちら、今、ドローンが飛んでいますけれども、この上に棒を立てて、今、飛ばそうとしています。で、これがちゃんと飛ばせるように制御する、えー、技術はどういうものでしょうか。あるいは、新たなドローンを作るということで、このような、えー、ちょっと、えー、あまり見慣れないような形のドローンが、今、このドアに張り付いたりしています。あるいは、今、協調制御というものが非常に盛んに研究されていますし、 あるいは先日も、えー、トルコなどで非常に大きな地震がありましたが、例えばそういうがれきでいっぱいの、えー、場所で、えー、例えば、えー、生存者を、えー、探索するなどのような研究も同時に行わ,行われています。今、こちらのドローンはドアが開くようなドローンになっているというのが、えー、分かっていただけたかなというふうに思います。 最後にシステム制御系からのメッセージとしましてシステム制御系では実世界フィジカル世界と情報世界サイバー世界をシステムとして統合して未来社会に新しい価値を創造するということでサイバーフィジカルシステムをカバーする最も重要な系だというふうに考えていますより詳しい内容につきましてはシステム制御系のホームページや そこに紹介ビデオが準備されているいますのでぜひそちらをご参照いただければと思いますシステム制御系からの説明としては以上になりますはい、ありがとうございました続いて電気電子系岩崎先生よろしくお願いいたします はい。よろしくお願いします。電気電子系の岩崎です。えっと、それでは電気電子系について、えっと、ご紹介させていただきます。えっと、電気電子系は、えっと、電気電子工学をけん教育、研究する系になりますえ。まず簡単に、えっと、教育についてですが、まあ、こちらは皆さんが入学した後の簡単な流れになります。えっと、電気電子系では、系所属前の1年目の工学リテラシーという講義で、ワイヤレス自動車の作成を行っています。学生一人一人が自分でマイコン制御の マイクロン制御の小型の車を作成し、さらにプログラミングをして走らせるもので、電気電子系のもの作りの楽しさを体験できる講義ですで。2年目、3年目では、半導体、回路、電子デバイス、電磁気学、光物性、量子力学などの幅広い専門内容を体系的に学びますでモデリン。モデリング力とシミュレーション力を強化するための講義も行います。また、専門力を身につけるための実験科目も用意されています。 で4年生になると研究室に所属して最先端の研究に取り込むということになります。で優れた特定課題研究、つまり卒業研究の発表に対しては優秀学生賞で表彰を行っています。えっと、次に研究についてです。えっと、電気電子系では半導体集積回路、デバイス、電気エネルギー、通信、さらに量子応用等の 国幹となる技術を研究しており、5つの研究グループから構成されています。回路グループでは、トランジスタや容量などの素子を巧みに組み合わせることにより、携帯電話やパソコンなどのエレクトロニクス機器を作るための研究を行っています。例えば、携帯電話の中で使っている集積回路というのは、電波から電気信号を取り出す役割を担っており、より大量のデータを送受信できる回路などの研究を行っています。で電力・エネルギーグループ。 では電気エネルギーをを活用しててて社会に役立てるための研究を行っていますで例えばスマートグリッドと電力用パワーエレクトロニクスは電力を有効利用する基盤技術として注目されていますさらに太陽光や風力で発電した電力を効率的に利用できる電力変換やレアアース磁石を使用しない高出力モーターなどの研究を行っています 波動通信グループでは波をキーワードとして物理の理解から最先端の情報技術までを網羅した研究を行っています。で基盤技術として光デバイス、アンテナ公周破壊路、無線通信工学などがありますで。この分野では新材料の開拓や独自設計によるデバイス、装置の実現、さらに多岐にわたるシミュレーションまでを行っています。 電子材料物性グループでは私たちの生活に大きな変革をもたらすような革新的な材料開発と先進的なデバイス化技術の開拓を目指した研究を行っています。で半導体による集積回路、太陽電池、磁性体による情報記録媒体、ナノ材料によるバイオデバイスなどを扱っています。で既存デバイスの特性向上にとどまらず、新しい機能を持つ材料の創生に挑戦しています。 最後にデバイスグループでは IoT や人工知能などの高度な知識情報社会の発展を支える基本要素であるデバイス技術の研究を行っています。半導体デバイス技術をさらに高度化していくことに加え、新しい技術の開拓に挑戦しています。で例えば量子力学を原理とする量子センサーや量子コンピューターなどの新原理のデバイスで。さらに未開拓の周波数帯であるテラヘルツ波のデバイス開発などに取り組んでいます。 でこちらは注目研究の例になります。えっと、例えば、高速通信のためのビヨンド5 g の半導体回路技術、え自動車運転とえ自動運転し、自動運転車とセンサー、カメラを用いたスマートモビリティの研究、え次世代コンピューティング技術である、地域的に分散したエッジサーバーなどをつないで動作する分散コンピューティングの実現に向,かって向けた光技術、さらに、えっと、さまざまな量子技術にも取り組んでいます。 例えば脳から発生する微弱な磁場の検出を目指しているダイヤモンドを用いた量子センサー。でさらに量子センサーとインフォマティクス、情報学をえ融合した研究。固体量子光源を用いた量子ネットワークに関する研究。えっと、また、えっと、シリコン半導体を用いた量子コンピュータ用キュービットなどの、えー、量子技術になりますで。さらに電気自動車用、電気自動車駆動用モーターなど、これら最先端の研究を行っています。 で我々が取り組んでいる電気電子工学は幅広い領域で社会に貢献するものです。でこのような現代社会を支える電気電子系の技術を共に、えっと、学び、研究しましょうで。最後に電気電子系で活躍している、えー、畑野先生からのメッセージを紹介します、えー。例えばですね、ハーバード大学の教授が研究室に滞在されたり、海外へ留学する研究室の学生もおり、刺激的な経験をするチャンスが多くあります。 また、女子学生へのメッセージとして、女子学生が増えることによって、よりしなやかに自然体で社会的な課題を解決することができると期待しています。というメッセージがあります。これらのメッセージは、先ほど井上先生からご紹介ありました、こちらの動画で見ることができます。最後ですが、多くの皆さんが電気電子系で学んでくれることを期待しています。はい、以上で電気電子系の紹介を、えーえー、になります。ありがとうございました。ありがとうございました。 それでは続いて情報通信系を中山から説明させていただきますはい、えー、皆さん、えー、情報通信と聞いて何を思い浮かべるでしょうかまあ、多くの方がまあ,あのインターネットですとかスマートフォンを思い浮かべるのではないかと思いますでこのスマートフォン皆さんお持ちだと思いますけれどもこの中には小型で省電力な回路が詰まっておりまして いわゆる Wi-Fi ですとか 5G といった無線通信によってインターネットに接続することができます。でまた、その通信や内容は高度な暗号化技術によって守られています。でえー、スマートフォンの中には多様なその音声、画像処理のアプリケーション、近年ではその AI や機械学習を用いたアプリケーションが入っております。でさらに、えー、VR や AR。 仮想現実や拡張現実のコミュニケーションツールとしてもスマートフォンが使われます。でまさにその情報通信技術の結晶と言えるものです。でここに挙げたあ技術、まあすべてが情報通信系で学んだりまあ、研究している内容になっています。でまずじゃあ情報通信系での学習について、えー、ご説明したいと思います。えー、っとあれもう一個ないな。はい。 で情報通信系の学習は、まあ、情報通信社会を支える基盤技術から応用システムまで横断的に、まあ、あの学ぶということになっています。で学べることは、えまあ、工学院という形もありますので、まあ、基礎的な内容から応用まで、あるいはハードウェアからソフトウェアまで、え一体的なシステムとして捉えて学習することになっています。でそういったことによって、まあ、情報通信産業全体を俯瞰する、まあ、シェアですとか能力を身につける。さらには 国際感覚や研究にににおけけるる強いい倫理観を身につけるという形になっていますでこういった学習を終えることによって主な就職先としては情報通信分野の企業が多いわけですけれどもこの他にもビジネス分野にも多数の学生が就職しておりますで、まあ、こういった学習を通してどういった研究をしているのかそういったことについてご紹介していきたいと思いますで研究分野は先ほどから言っておりますように通信やハードウェア あるいは人との融合を図ることによって、人に優しい情報社会を支える幅広い研究を行うということになっています。で主な内容をいくつか紹介したいと思いますけれども、ハードウェア設計ですで。いわゆるハードウェアを小型化する、あるいはその中に効率化されたアルゴリズムをどうやって実装するか、そういったことを研究している例があります。こちらは画像処理、VR、AR の例です。でここでちょっとデモをお見せしたいと思いますけれども、 ここではですね。という内容です。でこれは、えー、プロジェクションマッピングの内容になっています。で皆さんもプロジェクションマッピングいろんなイベントでご存知かと思いますけども、えー、いろんな対象に対して映像を投影するものです。でこれは人の腕ですので、腕が動く上に皮膚の表面が非常にこう時々刻々とこのように変化しますので、こういった変化を計測し、 高速な処理によって投影すすするる画像を決め、えーまあ、生成する必要がありますさらに、まあ、人の腕ですので動きがあ,、まあ、ありますし速い動きそれから、えー、水平方向だけではなくて奥行き方向の動きもあるあるいは回転もあると、まあ、こういったような複雑な動きをすることに対応するような、まあ、高速な処理が必要になってくるということです。 でさらに、人の、まあ、この形で投影するわけですが、ここに入力ボタンを投影することによって、えー、入力スイッチの役割を果たすことができる、いわゆるそのウェアブルコンピューティングの環境をこういう方法によって実現することができるんだと、まあ、いうことを、まあ、デモとして示しています。でこのほか、まあ、音声認識ですとか、音声合成、えーまあえー、信号処理によって、いろんなさまざまなアプリケーションを検討している研究もあります。 左に,下に行きまして、次世代通信、リヨンド 5G と言われるような通信を使って、IoT 技術ですとか、自動車の運転制御、遠隔医療、スマート農場といったようなものの応用に、えー、研究を進めていることがあります、進めています。そのほか、AI 研究ですとか、えー、最近話題になっている量子情報処理に対する計算アルゴリズムですとか、計算用の LSI の実装などもこれまで研究しております。 さらに人との融合を図るために、人の認知や制御のメカニズムの解明と称して、人を対象とした研究も行っています。でこのように情報通信系は、情報通信技術に関して、工学の観点からハードウェアからソフトウェア、理論から応用まで幅広く学べる分野となっています。皆ままののの工学院へのご入学、院へごご入情報通信系の所属を歓迎ししたた。いいいとと思います。ありがとうございました えー、続いて、えー、経営工学、青木先生よろしくお願いいたします。はい、聞こえておりますでしょうか。はい。はい、それでは、経営工学系について、えっと、ご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、経営工学という学問について説明をしたいと思っております。 経営工学とはいろんな説明がありますが、えっと、私どもでは社会システムに潜む難問に工学的にアプローチをしようという分野だと特徴づけております。この社会システムに存在する問題を解決する、あるいは問題の影響を緩和した状況をうまくこう維持するということをマネジメントと言いますが、このマネジメントをするための技術を開発することが使命になっています。この技術のことを私どもでは管理技術と呼んでいます。 社会システムにいろいろな難問が存在すると言いましたが、どういう問題があるかというのをまとめたのがこのスライドになっています。例えば、より良いものをどうやって無駄がなく作っていこうか、最近で言いますと、例えばカーボンフリーの社会、カーボンフリーの状態でどうやってものづくりを実現していこうかというようなものが例として挙げることができます。あるいは、より良い品質の製品、あるいはサービスをどういうふうにすれば実現できるかという問題もあります。 どうしたら安全になるんだろう、どうしたらもっと分かりやすくなるんだろうという問題もあります。私も含めてサボってしまうこともありますが、どうやったらみんながやる気になるんだろうという問題もあります。どうやったら一番好ましいルート、最適な値が求まるんだろうといったそういった問題も存在します。このようなものがさまざまなところに存在をしていますで。我々はこういった分野の問題を取り扱うのですが、非常に難しいという性質を共通して持っています。その理由はなぜかと申しますと、 あらゆる社会のシステムとか組織といったものには必ず要素として人の問題を含んでしまいます人というのは非常にわかりにくいものですでなので難しくなってしまうという性質がございます経営工学というのはこの人の問題を無視をしないで人の問題に対して真正面に取り組んでいこうという姿勢を持っているというのが特徴として挙げることができると思っております それでは私どもの経営工学系にもし皆さんが来てくださったとして、えっと、勉強できる内容についてご説明をしたいと思います。大きく言いますと、二つの内容について、えっと、皆さんは勉強することになります。一つ目は左側の半分に対応いたしますが、経営工学の管理技術の三本柱と言われる IE、QC、OR というこの三つに関係する分野です。IE というのは、 工事の広い意味での生産性を向上させるための管理技術です。いかに無駄なく、いかに効率的にサービスやものを生み出していくかということに関連させる管理技術について勉強していただきます。それから特に品質が高い製品とか、あるいはサービスをどうやって実現していこうかということに関係する管理技術である QC についても勉強していただきます。具体的には統計学を基礎としたさまざまな理論を勉強していただきます。 それからオペレーションズリサーチ、OR といわれる解決をするための数理的な手法について勉強していただけます。ここには最適化の理論、あるいは AI、機械学習といった分野が含まれております。これが管理技術の3本柱基礎になるものでございます。私どもは社会、システムに存在する問題を取り扱いますので、社会とかシステム、社会に関係するそこの学問も勉強する必要があります。 そのために社会科学分野、特に経済学、あるいはマネジメントに関して古い歴史がある経営学に関係する最先端の知識から基礎まで、うん、その基礎についても、その内容についても勉強をしていただきます。詳しくは下にございます、私どものホームページで、えっとえっと、授業の科目等をご覧いただければと思います。 私どものところの就職先は多様でございます。あの、こちらに詳しい一個一個の説明は省きますが、様々な業界に対し業種に、えっと、皆さん自分自身の希望に従って進んでいるというのが一つの特徴になっています。はい。えっと、私どもの営工学系では、えっと、次のどれ,どれかに当てはまる方をお待ちしています。一つ目。 バリバリの理系の方、ぜひ来てください。そのセンスを生かしてください。社会、人間的側面に興味がある方、ぜひ来てください。すごいレベルの数学を駆使したい方、ぜひ来てください。他にはない珍しい専門分野、珍しいと面白いと思ってもらえる専門分野を持ちたいという方、ぜひいらっしゃってください。それからお金が大好きな方、社長になりたいというような出世欲を持っている方、ぜひ来てください。役に立ちます。 お金が大嫌いな方、お金なんかに振り回される人生はまっ平らいごめんだという方もぜひ来てください。この中でどれだけてはまる方をお待ちしています。最後に私どもの経口学系のアピールをして終わりたいと思いいいます。私ども経営工学というのは実は実長い歴史を持っています。 もともと1946年に設立された経営工学科という学科、それから1966年に設立された社会工学という学科、それぞれが合併してパワーアップして今に至っているのが現在の経営工学です。70年以上、私どもは日本の経営工学のトップランナーであり続けてきました。そして、この合併によって、一人一人の行動から社会レベルまでを包括的に研究できる、おそらくは国内で唯一の 経営工学の研究機関、教育機関になっています最後の私のメッセージはシンプルですぜひ工学院の経営工学院に来てください以上でございます、ありがとうございましたありがとうございました、はいえー、それでは各県の説明が終わりましたのでこれから質疑応答に入りたいと思います、えー、工学院について、えー、事前に質問が寄せられておりますのでそのいくつかについて説明させていただきたいと思います先生方あの、の、えー、ご参加よろしくお願いいたします えっとそれではまず、えー、っと質問、第1つ目の質問ですけれども、情報理工学院と工学院の違いについてのご質問です。えー、特にあの情報通信系のとの違いということについて、えー、頻繁に質問を受けておりますので、えー、情報通信の私、中山の方からまずご説明したいと思います。 でえー、情報通信系と、まあ、その情報理工学院の違いなんですけども、まあ、分野、同じ情報学の分野ですので、えー、類似している点は非常に多くありますで。類似した研究室も多数あるかと思います。で、まああのまあ、共通するようなそのプログラミングですとか、アルゴリズム、あるいは人工知能などといった、まあ、基本的な学習内容は共通しておりまして、同じような授業も多数あります。 で一方、まあ、学院や系というのは、まあ、それぞれ特徴がございますので、まあ、そういった違いがあるということはあのご理解いただきたいと思いまして、で情報通信系では先ほど、まあ、説明したス,スマートフォンの機能ですね、でスマートフォンの中にはその実装されているプログラムや人工知能というものがあるということで、まあ、そういったものが共通しているものですけれども、スマートフォンは、まあ、それだけではなくて、まあ、先ほどご説明しましたように、高度な通信ネットワークですとか、高速の情報処理度 LSI、 画像音声の入出力、人の利用を考慮した操作の設計、情報セキュリティなどが求められています。でつまり、スマートフォンが快適に利用できるような技術を確立するというのが、まあ、情報通信系が全体的に捉えている、まあ、目指している分野です。でさらに、情報通信系は工学院に所属しておりますので、工学院の他系とも連携して、ハードウェアからソフトウェアのや、あるいは通信やネットワークを統合する、まあ、応用研究を 教育研究しているというふうにご理解いただければと思います。で、まあ、情報、理工学院と工学院ということですので、他,他系の先生方からも、一言ずつ、まあ、そういった特色の違い、特色や違いについてご説明いただければと思います。機械系、高,高橋先生、いかがでしょうか。はい あの機械系についてあの情報理工学院と工学院機械系でもご説明させていただきます。機械系ではです、ね、あの工業力学や材料力学、熱力学、流体力学、機械力学等のいわゆる機械工学の根幹となる学問領域に加えて制御、ロボット、メカトロニクス、精密工学、機械設計、加工、生産材料、また医療、生態、福祉、デザイン工学、宇宙工学と幅広い領域を学ぶことができます。この機械系で ではこれら研究領域における工学的諸課題を解決するためにです、ね、最新の情報技術や大規模データ処理技術 IoT、AI、VR、AR 技術スパコン等コンピューター技術などを駆使してこういったところの情報を利用してです、ね、環境と人類との調和をなす革新的な機械システムを提案できる人材を養成することを目的としていましてこういった課題に対していかに情報をうまく駆使してです、ね、最終的に機械システムをで 作れるような人間、そういったところがあの機械系で学べるあるいは勉強する目的でございます。はい、以上でございま,すました。えシステム制御系いかがでしょうか。はい、システム制御系では先ほど触れました通り、システム制御系の重要なキーワードの一つがサイバーフィジカルシステムです。下側にフィジカルのレイヤーがあって、上側にサイバーのレイヤーがあるということで、全体のえっとカバーする範囲の半分はえっと情報領域だと。 思っていただいて、全くそごがないと思います。で、東工大では2016年に改祖があって、えー、システム制御系ができたわけですけれども、えー、そのうちの半分の教員は、えー、旧情報工学系の出身の教員になっています。こ,このことからもシステム制御系の、まあ、守備範囲の半分はせあ情報だということが言えると思いますが、大きな違いは、えー、フィジカルとサイバー、 両方同時に扱ってどう融合するのかというところに違いがあるというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございます。電気電子系はいかがでしょうか。はい、えっと電気電子系におけるあの情報学の取り組みですが、えっとまず講義では、えっと電気電子情報通信工学の諸分野に不可欠な、まあ、応用確率統計という講義がすでにあって、さらに、えー、この情報学に関する講義を拡充する予定であります。 で研究としては例えば、まあ、量子力学を原理とした新しい量子センサーに、えー、情報科学技術を取り入れて、新たな量子デバイスを開発するという研究を行っていたり、さらに AI を用いて、えー、光半導体デバイスの最適な構造、えー、特性を得るための工程を予測するという研究も行っています。つまり、ハードウェアの研究に情報科学を取り入れて、えー、相乗効果を生み出すという研究を行っています。 はい。えっと、私ども社会、システム、組織に存在する問題に対してか、科学的解決しますので、当然現時代、現在の情報技術、AI、機械学習は、必須のものです。えっと、実際に私どもの教員でも AI、それから機械学習を専門にしている研究者もおります。えっと、まあ、あの、 この大学、この工学院に来る以上、すべての系で、あのいわゆる機械学習や AI から離れることは多分ないと思っております。まあ特に応用的な側面が強調されるという違いがあると私は考えています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは次の質問に移りたいと思います。システム専用系での学習内容について質問が来ております。早川先生、よろしくお願いいたします。はい。 えとまず、まあ、一般的なアドバイスとしては、登、え、校、ー、台であの、えー、授業科目が見れると思いますので、そちらをご覧になると、だいぶ情報が得られると思います。と、お断りをした上で、えー、システム制御系では大きく6つに科目分けています。1、えー、つはシステム数理という非常に基盤、それから情報、これがまあ先ほどのえっとサイバーのところですね、それからシステム力学、それからシスメカトロニクス、これがまあリアルなところ。 で制御科目群、計測科目群、これがまあ全体の座学的、えー、授業科目になっていて、さらに実習科目として、えー、サイバーフィジカルソリューションという科目を準備していて、えーまあ、機械学習を使った実習に、まあ、昨年、衣がえをしたという形になっているというのが、えー、大変大きなあの説明になりまますこのの辺ででいいいいいかかががししょうう、はい、ありりととございましたた続いてじゃあ次の質問に移りたいと思います。 経営工学系の研究内容についてということで質問が来ておりますので、青木先生よろしくお願いいたします。はい、えっとけん、あの教育ではなく、研究ということであの理解をいたしました。あの各教員様々な研究をしております。あの、えっと経営工学、先ほどあの ieqc or というあの3つの柱があるということと、それからそれと社会学といったことであのという風うに分かれると説明しましたので、大きくそれぞれについて簡単に説明させていただきます。 えっと、例えば、I でいうと医療とかシステムのデザインに対するあの研究、それから安全を高めるための安全とかヒューマンエラーに関係する研究、あるいは人間の心理プロセスを評価したようなあの業務設計に関する研究などが行われています。それから、えっと、QC では応用統計学とか統計的因果推論に関係する研究が行われています。 高度な数学であるオペレーションズリサーチでは最適化の手法、それから機械学習に関係する研究、それから AI に関係する研究が、えっと、例えば自動運転とか、あるいは消費者の、えっと、需要の予測などを対象とした研究として行われています。経済学ではゲーム理論、あるいは実験経済学などの研究が行われており、えっと、経営関係ではコーポレートガバナンス、あるいは財務データに基づく研究者、経営者の行動の分析などが行われていると私は理解しています。以上です。 はい、ありがとうございました。それでは次の質問ですけども、今度はあの複数の経緯にまたがる質問ですえ、医療に関する研究内容についてという質問がありましたので、各系からごしえ、ご回答をお願いしたいと思います。機械系からお願いいたします。はい、えー、機械系ではですね。例えばマイクロナノ領域の。 運動を精密制御するメカトロニクス技術を活用しまして、医療機械や精密機械の研究、また脳神経レベルで人と機械をつなぐ技術を作る研究、体内で機械を連結させて、ですね組み立て可能な医療用の複合機、また手術のロボット、手術機器用のセンサーの開発、マイクロ流動デバイス等を用いたがん細胞の挙動の改札、またがん 宣言治療における医師の被ばく低減技術開発や近年では拡張現実 AR を用いた医療用の監視補助技術の開発等を実際に実際の機械をです、ね、作って医療機で実際に応用されている実績もございます。こういったところが機械系における医療に関する研究例でございます。はいえー、システム制御系いかかがでしょうか はい、システム制御系では今、内閣府で行われているあのムーンショットプロジェクトというものがあるんですけれどもその一つの課題として未病病気になる前の状況を検出していかに健康状態に戻すかというそういう大目標のプロジェクトがあるんですけれどもそのプロジェクトに数名の教員が関わっています。でまあ、システム制御系 システム制御工学は先ほど言いました通り、分野横断的ですので、数式に落とし込めるものは非常にいろんなものが扱えるわけですけれども、医療もその対象になり得るということをお伝えしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。電気電子計、お願いいたします。はい、えっと、一例ですが、モバイルバイオセンサーに関する研究を行っています。で、バイオヘルスというのがあって、スマートフォンなどのモバイル端末で検査を行う技術で、 疾病や健康状態に関係する生態分子を検出するバイオセンサーなどの研究を行っています。でえー、と生活の中で使用できるバイオセンサーというのは、まあ、超スマート社会というものにおいて生態情報のモニタリングなどに役立つものと期待しています。 情報通信系からはです、ね、例えばその X 線画像などのまあ診断にまあ AI 画像の技術、画像解析の技術を使うことによって、あるいは信号処理を使うことによって、診断を支援したりします。で、まあ、あの単純にそのそのまあ X 線画像だけではなくて、認知症のような、そういったあのまあ捉えにくいような病気についてもです、ね、さまざまな生態計測を行って、信号処理によって予測できないかというような研究をしております。 はい、まず医療の現場の方で、経営工学ので開発されきた手法をどんどん導入しようという流れが10年ぐらい前からあの続いています。クリニカルパスとか医療の向上といったことが起きるようになっています。で、まあそれ、そういう、その中で今、私どもでは、例えば医療におけるヒューマンエラーを削減して、するためのやり方をどうすればいいかという、まあ、技術を開発する研究でありましたり、あるいは、お医者さんの高度な技能、診断技能を解明するような研究ということに取り組んでいます。以上です。 はい、ありがとうございました。次の質問に移りたいと思います。えー、スポーツ器具の開発、そろそろ時間になりますので、次の質問で最後にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。すみません、スポーツ器具の開発、人の動作分析という、えー、質問がありました、えー。こちら、機械系いかがでしょうか。 はい機械系ではですね、まあ、例えばですねフォークボールの落ちる謎に踏み込んだスーパーコンピューターを使った研究ですとか例えばスケート選手等のアスリートの挙動を解析してですね最も高速に走れるかなどの研究また、下肢の,の障害者高齢者の日常生活環境での移動を支援する技術ですとかリハビリテーション装置や人工筋肉を用いたスポーツあのサポートスーツ福祉介護用具また人の動作解析 に基づく生活環境のですね改善化とスポーツ器具開発や人の動作解析に基づくあの研究関連と行っています。以上です。はい、えっ、ー、とシステム制御系よろしくお願いいたします。 はい、スポーツ工学そのものとしては、例えばあのパラリンピックの自,動車自転車競技用の自転車の開発ですとか、あるいはランニングの,あのシューズのソールの開発ですとか、そういうことに、えー、をやっている研究もありますし、あるいはそれに向けた、まあ、バイオメカニクス、バイオロボティクス、例えば水泳をロボットにさせる、そういうようなことで、えー、水泳に対する知見を集め、そういうような研究をやっている、えー、研究もあります以上です。 はい、いありがとうございました。えー、とまだ質問もいただいておりますけれども、えー、時間ということですので、えー、これで説明を終了させていただきたいと思います。あの多数のご質問いただきまして、ありがとうございました。なお、あの8月10日のオープンキャンパスでも、です経、ね、営ごとにあの個別に相談することもできますのでご質、えー、今日ご質問いただいた内容については、の一部についてはです、ね、8月のオープンキャンパスで対応できるかと思います。 本日はご参加いただきありがとうございました。あの引き続き、工学院の活動にご注目いただければと思います。それでは入試会より、この後のご質問をお願いいたします。はい、えー、工学院の先生方、ありがとうございました。時間の都合で取り上げられなかった質問も数多くありますが、いただいたご質問、ご意見は今後の参考にし、資料作成や大学運営に生かしてまいります。送信ありがとうございました。 今回の説明会の動画は、投稿大公式 YouTube チャンネルにて公開予定です。公開されましたら、参加者の皆様にメールでご,、えー、ご連絡いたします。続きまして、これから行われる各学院の説明会についてお知らせします。今、表示されております通り、本日は他の学院の説明会も行われております。次の学院説明会は13時10分から、物質理工学院の説明会が始まります。 今からでも申し込みできますので、ぜひ参加してみてください。続きまして、入試課からオープンキャンパスのご案内をいたします。今年のオープンキャンパスは4年ぶりに大岡山キャンパスで実地開催となります。説明会、相談会、模擬講義、各系の研究室ツアーなど、東工大の魅力を発見できる企画を準備してお待ちしております。また、地方在住の方など、 当日来航できない方向けに一部の企画ではオンライン配信を実施する予定です。昨年のオープンキャンパスの様子は、東工台公式 YouTube チャンネルにてアップされておりますので、ズームのチャット機能より URL を送信します。ご確認お願いいたします。入場などには申し込みが必要となりますので、後日公開予定のオープンキャンパス専用ページからお申し込みください。 続きまして、投稿台の入試などの情報をまとめた PDF ファイルを Zoom のチャット機能でアップします。説明会の終了アナウンス後の2分程度は皆さんおはようございます。PDF ファイルをダウンロードできる時間を設けますので、必要な方はダウンロードお願いします。入試のことや入学後のことなど、具体的なイメージができるものになるかと思いますので、ご活用ください。すべてのプログラムが終わった 17時45分ごろにアンケートメールが送信されますので、そちらもご回答いただけると幸いです。では以上をもちまして、工学院説明会を終了します。皆様ご参加いただきありがとうございました。